四つ葉のクローバーが現れた。幸せじゃねえか。戦う。やっつけていいの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションを。二人ほどお友達になりたい人が。喧嘩じゃないだろうね。なんかシッシーさん泣き寄るみたいに見えるけど。ほい、ユニポンちゃん。お、花が飛んでる。フラダンスの練習か。まあ、とりあえず喧嘩ではないらしい。入る。なんかちょうどね、友達になりたいみたいなマークが、二人おるけん、喧嘩やったらどうしようかと。どうもです。もう遊ぶと別れがいいんだ。え？どうした？どうした？いいと思うっていうのもあるよね。とりあえず考え直して。もう一度話し合ってきます。うん。なんだなんだ、アスムが何か失礼なことをしたかい？やっぱり無理ですって言われそう。どう？大丈夫かい？ユニポンちゃん。アスム、ちゃんとしなよ。もう一度やり直しましょう。おー。よかった。え、これをこ、あ、びっくりした。断るとかいうことはないよね。あ、よかった。めっちゃ安心したんですけども。ね。あ、やっぱり、もう一度カップルの危機とかもあるのね。ほいほい。お、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。なっちゃん、めっちゃガクガク鳴りよるけど、なんだ、寝てるの？うお、びっくりした。急激に立ち上がった。入るね。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。お、せつなさん。いいやん、いいやん。紹介するよ。どんな感じで話から仲良くなれそうですか？せつなさんはね、どうだろう。礼儀正しく、相手を褒める、聞き手に。礼儀正しく。アドバイスありがとうございます。ほいほい、いってらっしゃい。まあ、大抵の人、礼儀正しく話して、嫌な印象を受けることはないから、大丈夫なんじゃないかな。それで、うわぁ、あいつ無理やわ、って思う人はね、いるんだろうか。ね、そういう人はちょっと私考え方がよくわからないけれど。お、よかった。お友達になったね。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いやいや。全然。これにこれもあげます。なになに？お、実用品扇風機をもらいました。そっか、扇風機とかもあるんよね。カメラマン開催中？なにそれ？プロのカメラマンに写真を撮ってもらおう。撮ってもらおう。入る。どれどれ？おー、なんかすげえな。ちょ、なに？どうしました？あなたのような人を探していたんです。私の作品のモデルになってください。マジで？モデルになってあげますか？注意、シャッター音が鳴ります。いいよ。ありがとう。かっこよく撮りますから。いや、可愛く撮ってください。セクシーに笑ってみて。セクシーに笑ってみて。うぅ。うぅ。ダイナマイト。ダイナマイト。そこで、ウインクしてみよう。びっくり。いいね。いいね。より目はできる。より目。変顔っすか。すげえな。何かの雑誌にそのうち載るかな、私。じゃあ次、喫茶店。誰かいらっしゃる。入る。お、せつなさん。あ、なるほどね。喫茶店に持ち込んでるんだ、本を。プレゼントしたやつ。なるほどね。そういう活用の仕方。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。お顔見えないけど。そして浜辺にいらっしゃるのは？誰だろう。おーおーおおお、二人で。めっちゃ遠くから映してしまった。これはチャーリーさんとユマピーちゃんよね。二人でサッカー中だった。あー、ここまでしか近づけない。なんてことだ、遠いよ。よし。いや、いいね、こういうの。はい、じゃあミーニュース、見ていこう。ほいほい、お願いします。ユニークな香りのシャンプーが発売。何の香りだ？
キツネうどんの香り、なんかやだ、なんかやだ。なんかやだ。てか顔ココちゃんじゃない？あなたの周りは立ちどころにキツネうどんの香り。開発したんや、ココちゃん。いや、まあそりゃ、うん、たくさんいるはずだけれども、目指す場所はそこじゃないだろう。もうちょっと甘い香りとかさ、いろいろと勉強に、なんか意味深だな。よね、そう思いたいよね。ドッキリですよね。でも最近なんかいろんなシャンプーあるけんね、面白いよね。アリスちゃん、入るね。どうもです。お、シンくん、いいじゃん、いいじゃん。いいんじゃない？ほい、いってらっしゃいまし。そっか、シンくんから言われたけん。何の話とか別にないんやね。待ち構えとるよ。待ちわびとるよ。どうもどうも。シンくんかわいいよね。なんか部屋もすごいぴったり合っとる感じするし。お、よかったよかった。慣れたね、友達。うまくいきました。よかった。うんうん。どんどん友達の輪を広げていっておくれ。アリスちゃんめっちゃ満腹やね、なんか。なになに？お、実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。なんか前他の人もそんなこと言ったよ。なぜ？サキちゃんが呼んでいる。入ります。遊ぼう遊ぼう。その動きかわいいね。遊ぶ。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。第1問。ででん。チョコレートパフェ。なんとなく。お、やったね。そんな部分か。次へ。でっかいパフェが食べたい。ね。第2問。ててん。え？牛乳じゃね？なんかすげえ真っ白だけど。ですよね。なんかああいう瓶に入ってる牛乳ってなんか美味しそうな感じすることない。視覚的な問題かな。最終問題。ててん。ああ、どうやろう。おかゆに入っとる梅干しとかいう可能性はない？梅干しで。でもそれ、その場合は梅干しが正解じゃないとおかしいよね。梅干しでした。イエーイ、やった、全問正解。最近超アップクイズもちょっと、良くなってきたんじゃないの？おーし、じゃあ、でかいのもらいます。お、お宝トーテンポールをもらいました。トーテンポール持ってるんだな、私。ほい、ということで、今回はじゃあこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション。お！なんだなんだ、ちょっとウキウキするようなマークが出ているじゃないかい。ちょっと待ってね。ほら。ハットくん。入るね。さあ、何をもやっているんだい？今日はちょっと気分が乗りません。どうしたどうした、私がお話を聞くよ。実は、なっちゃんのことが好きです。おー、なっちゃん。告白しないのですが。なるほど、もちろん応援するよ。告白を手伝う。どんな感じで、歌で告白ってどんなんやろ。歌で。告白する場所。歌でとかふざけとるかな。告白する場所。場所はね、歌やもんね。やっぱり音楽堂かな。そんなとこに呼び出すのもあれやけど。その前に着替えた方がいいですかね。着替えあったかな。ちょっと待って、見てみるね。今、タータンチェックシャツでしょ？あ、そっか、元々のやつしかないんやね。じゃあこれで、あ、帽子なかった方がいいかな。じゃ、帽子外す。じゃ、これで決定。オッケー。うん、こっちの方が。ほい、いってらっしゃい。
いや、しかもステージの上。まあ、そりゃそうか。ステージの上に呼び出しって。この告白って意味わからんことない。大丈夫なんかな。緊張しとった割にはめっちゃ歌うけど、終わりですって言われても。どうでしょう。どうでしょう。感想を求められているよなっちゃん。こちらこそよろしくお願いします。でもこの場合なんか噛み合ってないよね。こちらこそよろしくお願いします。どれに対してのこちらこそだ。僕はじゃない、君は僕のジュリエット。こちらこそよろしくお願いします。意味わからんよね。まあでも幸せそうだからいいよ。いいよいいよ。さあ、レベルも上がった。じゃあ道具を。付き合い始めた記念だ。猫レンタル券。あげるよ。さあ、二人で可愛がるがいいさ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、胃腸薬をもらいました。おお、ありがとう。じゃあ次、せつなさん。入る。さあ、どうした？お友達？喧嘩じゃないよね。こっちの世界はね、最近ちょっと雨が続いてる。今日は一応大丈夫やったけど。シンくん、いいやいいやん。あれってか友達じゃなかったっけ？いいんじゃない？なんかたまにさ、友達同士になったっけみたいなとこも結構一緒におることない？友達の友達って感じかな。さあ、うまくいってくれ。ほい、来た来た。最近ね、なんかシーンくんがいい感じに、交友関係を広げていきよるけん。ね。このシーンよく見る気がするもん。シーンくんと誰か。おっちゃんと友達になれたね。よかったよかった。うまくいきました。おー、よかったよかった。これって親友が変わったりすることあるんかな？喧嘩したまんま、絶好みたいな。実用品モビールをもらいました。ありがとう。え、アリスちゃんどうしたの？お腹でも痛い？うん、今がそれだね。めっちゃ出てるよ。風邪ひいた？風邪薬、風邪薬。飲まないと。聞いたよね？早めのパブロン。風邪薬。ほい、あげる。飲んで飲んで。どう？お、治った。有効成分、風邪の諸症状に効きました。早いよ。速攻性があったんだな。お、レベルアップ。じゃあ、ここで道具のプレゼントを。テニスラケット。なんか、女の子でテニスって言ったらもう、エースを狙え的なイメージしかないんだが。昔、アニマックスでめっちゃ見よったよ。あの、ヒロミと、お蝶夫人。お蝶夫人面白いよね。実用品 AR カメラをもらいました。お、ありがとう。じゃあ、はい、ミーニュース。ほいほい。押し花事件。押し花事件だ。うわー、今度はケンさんとユマピーちゃん。なんてことだ。てか、すごいなんかファンタジックなニュースよね。本のそばで寝よったら本に吸い込まれる。本に吸い込まれたのか？まあね、信じられないニュースだよね。やられたって感じ。どういうこと？そこは自分が担当だったのに。笑いの要素は自分ってことかな。誰か屋上におるね。ちょっと行ってみようか。あ、もしかしてテニスラケットを、テニスをしているのかい？あ、二人でやりよる。二人でやりよるって言っても二人で打ち合いじゃないんや。二人で壁に向かって打ちよんやね。シュールだな。でも楽しそう。壁打ちとかやってみたいな。私壁に打っても、
壁に打ってもできない気がするはい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションへゴー。お、お友達こ、あ、違う、喧嘩だ。ココちゃん一体誰と。他にプンプンなっとる人おらんのにね。どうしたどうした、入るよ。めっちゃ足が。なんなん、どうしたの。おお、キング、ダメじゃないか、キング、レディーを怒らせては。このイライラを沈めてください。じゃあみんなが怒った時用に私が集めているお風呂セットを、あ、でもだいぶなくなってきたね、5個しかないやん、あげる。ほい、ココちゃん、いってらっしゃい。ココちゃんちっちゃいけん口元が見えんくなっとるね。かわいいけど。お、よかったよかった。機嫌はどうだい？気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ほい、行ってらっしゃい。キングもプンプンなっとるな。お、ココちゃんも髪色が変わった。黒以外の髪の子はみんなスプレー使っとるってこと？最初の段階から色をつけたミーじゃないんやね。さあ、キング。キング、ここは広い心で。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。いつもこの音楽とこの動きがすごく好きなんだわ。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。ほいほい、よかったよかった。お礼にこれをあげます。なになに？お、実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。朝一。さあ、今日は何を売っているだろうか。三色団子。買うよ。いらっしゃい。三色団子はね、愛媛では、坊ちゃん団子が、坊ちゃん団子が売られてるけど。ほい、5個買います。でも、いまいち味がね、よくわからんのよね。あんこの塊みたいな感じかな。とりあえず甘い。めっちゃ甘ったるい。ほい、じゃあ次、ミーニュース。入る。ほいほい。え、誘拐未遂事件。しかもカラスに。え、めっちゃちっちゃいよ。やっぱりいらないやって。カラスを見る会の会長だったの、アスムって。そうそうそう、なになになに。キラキラしてたの。サングラス。なるほどね。え、だって眼球も危ないとか言うことない。え、それでおしまいですかとか何を期待したの。ときめく成分あった。何、男のロマン的な感じ。カラスにさらわれるのが。次、オッケー君呼びおるよ。遊ぼう。お、遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。スタート。さっ。はっきょい。残ったー。さあ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 。さあ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 。倒すよ。なんかあー、なんですって。最近負け続けだから、頑張って勝とうって言おうとしたのに。残念すぎるわ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。負けてこう、トイレットペーパーを渡されるっていう屈辱ね。じゃあちょっと誰か遊園地にいるので、見に行ってみよう。お、ナミちゃんじゃないか。え、ナミちゃん一人だよね。一人で、誰も乗っていないメリーゴーランドを笑顔で見つめるというのは、いかがなものかと思うけれど。怖いよ。馬が好きなのかな？チャーリーさんの夢の中へ。突撃。
は、かくれんぼのやつや。怖いやつや。おお、そういうパターン。全員出てきた。みんなめっちゃびっくりしとったよ。は。最近、こんな夢ばかり見るな。うなされるね、それは。どういうわけか、お宝ダウジングロッドを拾いました。でも最近私もちょっとホラーチックな夢をよく見るんだ。はっって目が覚めるよね、やっぱり。じゃあちょっとケン君が夢を見ているから。夢の中へ忍び込みます。あ、またかくれんぼや。あ、でも前回とは違うパターン。ライチちゃん一人だけなんや。今回隠れるのは。前回は多分住民全員参加ぐらいやったんかな。これ毎回思うけどめっちゃ粘り強いよね。あんなにマーダだよって繰り返されてももう探しますってなりそう。夢だよ。どういうわけかお宝ダウジングロッドを拾いました。このダウジングってさ、本当にちゃんとできるもんなんかな。昔からすごい不思議に思いようんやけど。何か電波が出とるってこと？ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあマンションへ、お、入るね、入る。ほい、そして誰かしらが、マサオさん入る。さあ、はあ、どうしたどうした。お、なんだ、脳内にパズルがあるんだけど。脳内にパズルがあるんだけど。これいつも思うんやけどさ、取り出せんのかな？ねえ、気になるよね。まあいいや、まずこっちね。おお、さきちゃん。マジでいつの間にだよ。手伝うよ、手伝うよ。じゃあ、どうだろうな。歌で、歌で。告白する場所はどこがいいでしょうか。告白する場所は、思い切って浜辺で歌ってみる。浜辺。その前に着替えた方がいいですかね。そうやね。あ、今学生服か。じゃあ着替えるで、あ、学生服しかもしかしてなかった？あーってことはこれで。やっぱりこのままでいいですか？うん、そのままで。頑張ってきてくれ。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。ほい、行ってらっしゃい。まさかのやね。あ、でもさきちゃんこんなかっちりした格好してるのに。浜辺で歌って告白されるってどうなんやろ。お、海坊主。うわー、なんかめっちゃ機材いんですけども。終わりです。どうでしょう。どう、さきちゃん。ほ？ほ？え？マジで？マジで台湾さん来た。さきちゃんモテモテ。いや、私の方があなたのことも好きに決まってます。三人目とかもあったら面白いのにね。ちょっと待った。え、おった。マジで？どこからやねん。おい、ちょっと。え？なんかカメラに水散りましたけども。本当の本当にあなたのことが好きなのは僕です。いや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 、実際にいたら、ちょ。いやいや。いやいや、いやいや。さきちゃん誰か選ぶの？誰か選ぶの？いやいや、ケン君びしょびしょだよ。おー、マサオさん。よかった。残りの二人が。撃沈。めっちゃうなだれとった。
やーよかった、マサオさん。マサオさんに春が来ましたよ、やっと。春が来たよ、うまくいきました。イエーイ、レベルアップ。もう一気に二つぐらいレベルが上がるんじゃないかっていうぐらい。じゃあ、プレゼント。どうしましょうかね。あ、じゃあ、釣り竿で。ほい。あげる。なんか釣ってきてあげて。魚とか。まあ、魚以外何釣るんだっていう感じやけど。お礼にこれをあげます。なになに？お、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ニュース速報、久々のニュース速報来たよ。噛んだ噛んだ。ニュース速報です。ほいほい。素晴らしいニュースです。おー、祝、悩み事200個解決。島の人マジか。ついに200個。早かったね、100回から200回までまた。シッシーさん。ほいほい。銅のトロフィー。なんかまださ、何個か建物が建つ場所があるみたいやけど、そこにはまだ何もできんのかな。気になるんやけど。シッシーさんありがとう。ほいほい。友達クエスト、ワンプレイ100円。え、なんかすごい。始める。これ前コメント欄で教えてもらったやつや。すごいな。え、めっちゃ荒いな。ペロペロキャンディーが現れた。ミュウはどうする？戦う。ペロペロキャンディーに51のダメージ、結構なダメージ与えれるんやね。あ、魔法がある。おー、176のダメージ。シーンくん。パンチ。で、空振り。アユナ、戦う。まだ誰もダメージ受けてないけんね。相手の体力はどれぐらいなの？お、空振り。ミュウちゃん、戦う。相手の体力見えんかったらなんか終わりが見えんよね。お、ペロペロキャンディーをやっつけた。お、四つ葉のクローバーが現れた。幸せじゃねえか。戦う。やっつけていいの？四つ葉のクローバー逃げてったんかい。やっつけたんじゃないんかい。何あれ。あ、向こうやったら行き止まりやったんや。魔王、懐中時計が現れた。ミュウはどうす、魔王。じゃ、戦う。あ、回復した方が良かったかも。やばいやばいやばい。もうなんかシンくんの攻撃力も弱まってきた。ね。お、やっつけた。終わりちゃんとあった。ゲームクリアおめでとう。やったね。記念にお宝懐中時計をプレゼント。イエーイ。これは毎回魔王が変わるとかそういうパターンかな。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回も続きからやってみたいと思います。じゃあ早速マンション、お、なんだなんだ、二組もいるじゃないか。ほい。じゃあまず、ライチちゃん、入るね。もや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 。ちょっとだけ、そっとしておいてください。え、そっとしない。聞くよ。実はライチ、手書き犬も。え、何それ、そういうパターンあるんですか。いやー。え、でもね、黒影さん結婚してるから、じゃあキング、そういう決め方でいいんかな。どんな感じで。どうだろう。歌で、ロマンチックに。ロマンチックに。男と女で違うんかな？ロマンチックに。告白する場所は、どこがいいでしょうか？告白する場所は、じゃあ教室。その前に、着替えた方がいいですかね？着替え。ブカブカの T シャツ。ガーゼのワンピース。じゃあこれで可愛く。
着心地もよく優しい雰囲気だからね。決定。じゃあこれで。それでは勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。もう本当に教室や。どこの教室や。え、みんな学校通いよったりとかするんやろうか。放課後の教室？結局、あの人が来ることはなかった。え？え？なに？そういうパターンあるん？マジで？なにそのナレーションみたいな。え？来ることもないとかあるの？ちょっとキングしっかりしてよ。残念な結果に終わります。そりゃあ、とてつもなく残念だろうな。なに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 ？なんかライチちゃん、燃えてるんだけど。だってもう一度どころか一回もしてないからね。気が済むなら。すごい、ライチちゃん燃えてる。お、今度は浜辺。来た？なぜアスムだよ。え、マジなの？え、人づって。え、これ落ち込みが半端なくなるんじゃない？すごく残念な結果に。そりゃあ、ね。もう諦めようと思います。ねえ、二回も来てくれんかったらそうなるよね。え、待って、お腹空いてた？もしかして。もしかしてじゃない。ケーキでも食べて元気になってよ。あ、お腹はちょっとしか満たされてないんやね。どうぞどうぞ。もういくらでも食べて。ケーキバイキングとかにしてもいいよ。結構美味しかった。よかったよかった。うわぁ、ちょっとしか減ってない。じゃあちょっと、ライチちゃんあれだわ。旅行に行っておいでよ。どこにでも行ける旅行券、ゆっくり楽しんできてください。はい。え、いいんですか？いいよいいよ。では、楽しんできます。いってらっしゃい。どうせなら親友のなっちゃんとか連れて行けば、おお。ライチの旅行 in 京都。京都行ったよ、ライチちゃん。これでちょっとは癒されるだろうか。八坂神社。はい、チーズ。はい、チーズ。どう？楽しいかね。宝冠寺八坂の塔。はい、チーズ。はい、チーズ。すごいね、何周り。普通に、写真じゃね？違うんかな。伏見稲荷大社。いいね、写真保存するよ、もちろん。じゃあ帰ろう。さあ、どれくらい癒された？大丈夫か？気分転換にはなった？たまにはこんな一人旅もいいもんですね。ね、私も一人旅とか行ったことないけど、いつか行ってみたい。お、一気に回復した。よかったよ、よかったよ、ライチちゃん。すっかり立ち直りました。うんうんうん、やっぱ場所が変わったらね、だいぶ変わるよね。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。さあ、そしてもう一人。お、あきちゃん？え、もしや。入るよ。なんでもないです。ほっといてください。なんでもなくないだろう。まさかの女の子からのパターンですか。おー、逆プロポーズ。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。ね、花火大会。その前に着替えた方がいいですかね。着替えね。じゃあ着替えを。着替えと言ってもな、普通の服ぐらいしかないんだな。うん、いや、このままで大丈夫だよ。ところでプロポーズをするタイミングに自信がありません。それは私に任せてくださいまし。合図を送ってくれますか。うんうんうん、頑張るよ。わかった。それではプロポーズに行ってきます。ほい。初めての女の子からのプロポーズ。これはぜひ成功させてあげなければ。
さあ、アキちゃんのことを、は、あー、やばい、焼肉。私、いつもタイミングが遅いんだな。ちょっと待ってね。は、よっしゃ、いったー。そうだね。君の方がとか言った方がいいよ。ほい。違う。なぜい？ほ。私とどっちが綺麗？おお、自分から聞くんだな。もちろん君の方が綺麗だよ。いいね、いいね。ラブラブだね。そしていい感じで花火が上がっている。なぜ一瞬ライチちゃん？心配したのか？あー！ちょっと花火。花火のタイミング。聞こえなかった。そりゃ聞こえないわな。うん、なんでもない。いやー。あー、でかいハートが。あー、ラストだよ。あー、そこ。そこ。ついてないよ。考え切り替わるの早くね。チャーリーさん、早くね。そろそろ帰らなきゃ。あ、そうなの。ちょっと女の子がリードしようとしないけん気づけよ。私のタイミングが悪いんだけれども。私も頑張る。いやーもう、ね。好きだからだよ、大丈夫だよ。ね、プロポーズ失敗したけんって別れたわけじゃない。次があるさ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。